沙汰しております。ご無沙汰です。よろしくお願いします。お久しぶり。久しぶりですね。2006年に佐渡にいらして、あの時金森さんにワークショップとかしていただいて、ね、そう、すごい昔な気がする。まあ実際もう13年経ってんだけど。そうですよね。なんか僕がまだ若手ぐらいな時に、なぜか一緒にお食事とかさせていただいて。今回ね、対談するって言って代表だって言って、うん、うわすげえ月日過ぎてるみたいな。そうですよね。だからまあ子供もね、結構入れ替わりがあるので、あの当時のメンバーもだいぶ抜けて、うん、また新しい子がどんどん入ってきてる、うん、だからあの当時より10人ぐらい全体で増えて、今全体35名演奏者がいるんですよ。なので大きな、はあ、それはなんかこうあえて増やそうと思ったの？そうですね、徐々に特に若いメンバーの可能性をどんどん見たいっていうのもありましたし、あと公演活動として、うん、大きな 14、5 名の班と、それから学校公演っていうのを毎回やってるので、それとあとさらに小編成でいろんなことができないかなっていう、まあ、3班体制で少しこう回してやってきたので、徐々に増えてきてた状態で、うん、はい。でもその3つのグループっていうのはこう、例えばうちみたいにノイズム1、2、0みたいなね、年齢と経験で別々のグループっていうわけじゃないんでしょ？そうですね、比較的混ざったりとかするんですけど、まあ一番上のメンバーは本当にこの古道創立来年40周年になるんですけれども、その前身の佐渡の国音楽講座時代から、まあ、約50年近くいるメンバーもいたりとかするので、うん、世代間はかなり広いんですけれども、まあ、そこが、まあ、混ざったりとか、比較的若いメンバーだけで行くツアーがあったりとか、そのプロダクションによっていろいろ入れ替わったりとかして回ってたりするんですけど、うん、はい、ノイズムさんも随分ね、当時に比べたら増えたのかなと思うんですけれども。そうだね、2006年まだ2がないでしょ。あれから3年後2009年に2という研修生カンパニーできて、それでまあ本当に今シーズンからノイズムゼロっていうのが恒常的になったので、うん、そうだね、全体的なもちろん人数もちょっと増えてるけど3カンパニー制っていう感じだね、うん、今は、うん、その何3グループ制みたいなので、その演目とかその公演規模とか、まあ、スケジュールとかいろんな理由あると思うんだけど、誰がこのグループで誰がこのグループでみたいなのは船橋くんが決めるわけ？そうですね、最近は、まあ、それぞれのメンバーとかそれぞれ演出が立つんで、そのメンバーと相談しながら2年後3年後とかも踏まえながら少しメンバーを決めて、まあ、今は私を中心にメンバーは決めてます、はい、なんかでも こっちの何 A チームになったけど、あ B チームの方出たいんですけどとかないの？そういうのもありますので。あるよね。ありますあります、はい、いや、集団だったらいろんなそういう、はい、ね、思いがありそう、はい、まあ、特にやっぱり佐渡にこう拠点構えてやっぱ家族を持ったりとかした時に、まあ、少しそうだよね、全国ツアーじゃなくて小編成の方に行ってみたいとか、うん、逆に学校を中心に回りたいっていう子もいたりとか、その時々の状況によって、うん、参加したいプログラムとかに変わってきたりもしますし、まあ、演出家がこういう演奏者が欲しいって時は、うん、そういうとこも考えながらなんで、小泉さんの場合は金森さんが、うん、そう、 うちは俺が決めるけど、うん、うん、でもほらうちは言ったらその研修生っていうのはまあプロ未満というかプロを目指してる若い子たちっていうくくりがあって、それでワンはワンでこうね、そのプロフェッショナルっていうくくりがあって、もうゼロはそこでそれなりの経験を積んだ人しかなれないっていうか、ある種のその集団になるための前提条件っていうのがあるから、そこまでこうなんて言うんだろう、じゃあ例えば2の子がね、ワンと一緒にやりたいって言ったらワンに入れるように頑張りなさいっていうことだし、ワンの子がね、ゼロに入りたいって言ったら同じように頑張りなさいだし、なんて言うんだろう、こうそこはある種の、まあ、試験みたいなオーディションっていうかさ、こう、誰でもこう望めばそのチームでできるっていうわけじゃないので、
ただ小藤さんの場合はそういうのがない場合に、なんかそのそれぞれの思い、その経験を積んできた人だったらこうある程度俯瞰で見て組織のことを考えたりとか、うんうん、自分の思いとそれをすり合わせててできるかもしれないけど、意外と若い子ってね、こうまあ必要なことだと思うんだけど、やっぱこう野心があったりとかさ、そうですね、あの画があるとなんかね、いろいろ出てきそうだなとか思って聞いてみた、はい、やっぱりね、それはそれぞれ代表の苦悩を聞きたいなそうですねまあでも今特にこういう状況になった時に、今本当にこれまでにない講演ができない状況になったんで、うん、そういった時にやっぱ若いメンバーが特に積極的に今動いてくれていて、これまで作ってきた、うん、音源とかをしっかり録音して配信できるようにしたいとか、うん、あとまあ映像を自分たちで、うん、もっと撮っていきたいであったりとか、あとまあ最近で言うとラジオを自分たちで始めてみて、うん、まあ、比較的新しい媒体にこうチャレンジするメンバーもいるんですけど、そうやって一番古いようなラジオっていう媒体を使ってなんかこう発信していきたいですって、それも自分たちで考えながら企画してやったりとか、まあ、本当になんかそういう若いメンバーの力っていうのが今すごくこういう時期だからこそできたのかなっていうのもあって、うん、まあ、これまで本当に公演にまた公演っていうサイクルだったのが、一回ちょっとここでチャレンジしてみたかったけどなかなかできなかったことをちょっと地に足つけながらやっているので、そこは本当に今頼もしいなって思っているところです。やっぱり集団の中でそういう異なる年齢層の人がいたり、まあ、うちで言うと例えばすごい国際的なので日本人だけじゃなくてオーストラリアとかイギリスとかフランスとか、うん、まあ、すごい多国籍なのね。そうするとやっぱり日本人だけで日本のことだけ考えてるとあんまりこう思いもつかないようなこうアイデアが出てきたりとか、そのある程度、ね、こう経験を積んでくると無自覚にこう規定路線に頭が働くところが、若い子たちってね、うん、おっしゃるようにあんまりそういうのなくこういうのやってみたいって言ってボンってアイデア出したりするから、うん、それは集団にとってすごい大事なことだと思うよね。そのいろんな層の年代と、はい、うん、経験値を持った人がいるっていうのはね、うん、そうですね。ちょうど、まあ、我々もそういう意味で3世代になったというか、もう上が本当に70前で一番若い子が20歳っていうような、うん、本当に年齢層が広がってきたので、すごいね、はい、まあ、そうやってすごいね、孫じゃんそうなんですよ、はい、でも地に足つけるっていうのは、まあ、こうやって世代間がこう揃ってきて、まあ、そういうことなのかなって改めて感じて、うん、まあ、そういう人たちが、まあ、一緒に音出したりとか一緒に創作していくっていう雰囲気はとてもいいなと思ってるので、素晴らしいね、うん、豊かだよ、非常に豊かだと。だそれはやっぱり我々ノイズムなんかより倍以上も、ね、活動してるから今ある状況だと思うんだよね。いきなりそこにはいけないわけだし、そうですね、ただの年齢の問題じゃないからね、まさに、うんうん、まさに本当に積み重ねがいろいろあったからこそ今があるなって、まあ、そうやってチャレンジしたいってこともね、今までこう続けてきた中でちょっとずつやってきたことだったので、それを本当に何事も継続して積み重ねていくことっていうのがとても大事だなと思っていて、うん、そういう意味では、ね、はい、40周年っていう、まあ、来年そういう節目なので、まあ、こう次の作品に向けて動き出してきた時だったので、うん、まあ、ちょっとこういう状況になってここはちょっと耐えどころだなと思ってるところですね、うん、いつからその影響を受けたわけ、もろに。そうですね、公演自体は今年の3月2月3月とヨーロッパのツアーをしていたんですけれども、そこがちょうど3分の2ぐらいまでできたんですけど、残り3分の1のところでもう中断せざるを得なくて、そこからヨーロッパツアー班帰ってきて、うん、でそれ以外の班の公演とかも中止になりましたし、まあ、今現在も本当は学校公演であったりとか
あのロベール・ルパージュさんとの、あの新作っていうのを、うん、そうだよそうだよ、それすごい、面白そうだったやつね、はい、これが結構そうだそうだ3年かけて、準備してきたものだったので、それはとてもちょっと大きな出来事だったなと思っていて、そのヨーロッパの方の、ツアー3分の2でダメになった時っていうのは、その主催者側からもう無理なので帰ってくださいっていうことなのか、鼓動側からこれはもう無理だと思うので帰りますなのか、 どういう感じなの？あ、こちら側ではなかったんですね。やっぱ主催者、各地の主催者さんとか劇場さんがもうできないっていうことになったので、次の公演地に行く予定の前日にキャンセルになったりとかして、まずその移動先にまたちょっと延泊してちょっと待っていたりとか、でさらに次の公演地に行けるかどうかっていう判断をしながらやってたんですけど、結局その後半が全部できないっていうことになってしまったので、切り上げてきたっていう形になって、ここまで本当に中止になったっていうのは、私20年ですけど、その前の歴史から見てもなかったことなので、非常に大きな出来事だったなと思います。そうだよね、ノイズムさんはどうでしたか、このコロナの。いや、うちらはだから2の公演が3月にあったのをもう2月の段階でこれはやばいなと思って、まあそれはこっちの方で、主催もうちなのでね、当たり前なんだけど、ノイズムとしてちょっとこれは絶対にやばいと思ったんで、うん、早めにいつだったら延期できるかっていう日程を抑えて延期という形にして、で、まあ、今月本当は、公演があったノイズム1012合同の春の祭典のプログラムも一応、一旦中止にして、うん、で、まあ、来年、仕切り直しなんだけど、また1年後っていうとこう半年かけて、ね、作品作って稽古もしてきたので、ただ延期にするのもちょっと、なんていうのかな、もったいないというか、やっぱりそこまで体を追い込んできているので、どんな形であれ、うん、今のこの状況を人数制限してでも、照明がちゃんとしてなくても見せたいなと思って、うん、それでこの間協賛者向けの公開リハーサル、うん、で8月には一応プレ公演っていうかね、ちゃんとこう美術照明ってできないけど、もう身体的なものはもうバッチリ見せるっていうプレ公演っていうのを予定してる、うん、だから本当にできることをやるしかないんだけど、でもその公演としてこういう規模ならできるっていうことと、まあ、全く同じだと思うんだけど、やっぱりこう体と向き合ってるじゃない、はい、で体ってこう別になんていうのかな、じゃあこの日ありますって言ったらそこにポンと行ってできることじゃないじゃない、準備をして質上げてってレベル上げてモチベーション維持してピークをここに持っていくわけだから、だからそれはそれでやっぱり実演芸術の場合はその実演家側のそのクオリティとか、まあ、精神的なね、うん、部分っていうのを当然考えていかないと、ただ興行としてやめた、うん、ここでやるとかっていう話だけじゃないから、そのバランスはやっぱり代表として考えないといけないなと思うし、うん、まあ自分もまだ踊ってるので、うん、みんなの気持ちが分かるから、うんうん、だからとりあえず何でもいいからこう踊る場所を設けたいなと思っていろいろ試行錯誤はしてるんだけどね、うんうん、私たちもだから4月の中旬から5月いっぱいは本当に自宅待機したんですよね。ほぼほぼ稽古もせずに、うん、稽古場も使わずに体を動かす程度っていうことにして、一旦自分たちも慌てずにしっかりちょっと待機をしてしてみようっていうことで、音も出さずに過ごした1ヶ月半でしたね。 それは本当に初めての経験でしたね。やっぱこの佐渡ってこの稽古場っていう環境は本当に太鼓打にとっては最高の環境で、うん、常に音が出せて、うん、みんなで稽古もできてっていう環境だったんですけど、それをちょっとあえて一回、まあ、世の中の状況とか見ながら全体での稽古も個人稽古もちょっとやめてみようということでしてみたんですよね、うん、まあ、それぞれに
自分たち作曲したりとか、まあ、さっき言ったラジオをやってみたりとか、うんうん、あのできることはしてたんですけれども、あの稽古っていうこと自体はちょっとやめてみたんですよね、うん、でようやくこの6月からあの、まあ、通常通りとはいかないまでも、うん、あの稽古を始めまして、やっぱりこの太鼓を打つことであのできてた体とか筋肉っていうのがやっぱりあったなっていうのが、もう本当に見るからに体も細くなっちゃったなとか、うん、どんだけ筋トレとかしてても、うん、やっぱ違うからね、やっぱり叩いてこそ の、 あの筋肉だったりとか、まあ、そういう当たり前にしてたことを、うん、あのちょっと一回取りやめることで、あの自分たちが今あのこれまでどれだけいい環境だったかっていうのも再認識しましたし、あの今ねすごく、うん、そうだね、はい、まあ、今も多少あの夜もあの本当に遅くまで稽古できてたんですけど、それもちょっと抑えたりとかして、あの少し静かな時間を持つことの大切さであったりとか、うんうん、自分と向き合うことを結構大切にしたりとかっていうことがちょっと気づけたので、今全体の稽古も少し、うんうん、あの通常通りにはせずにやってるんですけど、でもなんかものづくりしていく中では今あのみんなそれぞれが集中してやってきてるのかなと思うので、まあそうだね、だからあのもちろん悲観的にばっかなっててもしょうがないので、うん、こういった状況の中から何かこうブライトサイドっていうかね、あの怪我の巧妙的なものを、うん、あの当然見出すべきだと思うし、こういう機会がなければ小堂さんみたいにすごい国際的に忙しく活動してる集団って逆にこうストップがかからないでしょう、もうどん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 こう進まなきゃいけないから、うん、そういう意味ではそのあえてあの叩かないみたいなことが外部的に強制されたことによってこう自分の内側を見つめるいい機会にはなったかもしれないよね、うん、はい、でもおっしゃるように太鼓を叩くっていう動作って本当にこう、まあ、舞踊もそうだけど全身運動だから、それはもう精神も含めた、うん、だから、うん、あの家でトレーニングってどこかこう局所的にねこの筋肉鍛えたからとかっていう話じゃないので、うん、それらが複合的にどう連動してこの一音に向かうかって、この川に向かうかみたいなことじゃない、だからそれは舞踊でもアパートね自分たちの部屋で基礎的なことはできるんだけど、うん、やっぱり広い空間で、うん、その空間を認識した上で体をこう大きく空間的に使うっていうことと、あのなんか狭いところでこうやって ね局所的なことをやってるのは全然話が違うので、はいはい、特にやっぱりあの僕たちも太鼓でアンサンブルなので人の音をどう聞くかとか、うん、そこでこう反応し合ってできてくるこう感覚とかがとても大切なので、やっぱ一人でやる稽古っていうだけではやっぱりつかめない部分っていうのは本当にたくさんあるので、やっぱりこう一緒に叩いてとか、うん、でお客さんがいる中でどういう反響があるとか、うん、共鳴があるっていうことがとても自分たちがこう作ってきたもの の、 あの大事なものだったなっていうのは本当改めてねあの感じるところではありましたね。まあでも問題はさ、これ終わってないんだよね。そうなんですよね、はい、これさ振り返ってこうだったけどこれが良かったですよねって言えるならいいんだけど、うん、ここから、うん、ね、いつまでこれが続く、ね、下手したらここからいつどのように、例えば第2波がとかってね、うん、世界中が懸念してて、本当にこの中で何がしていけるかって相当、もちろん忍耐力はそうだけど結構知恵を絞って、うん、あのみんなでアイデア出し合っていかないとなかなか乗り越えていけないよね、うん、これはね。そうですね、今度あのいつも夏あのアースセレブレーションっていうあの自分たちのこの佐渡で、うん、あの野外イベントをあの毎年やってるんですけれども、それもあの今年はお客さんを呼ばずに配信っていう形でちょっとチャレンジしてみようかなって、ね、はい、まあ、それもいろんなあのチャンネルを作って、それぞれがあのいろんな佐渡の場所に行って収録してみたりとか、あのいろんな過去のコラボレーションした方たちとちょっとこうあのコミュニケーションを取ったりとか、まあ、そういうチャレンジはあのしていきたいなと思って、うん、そうだね、配信はだからもう本当に今この状況になってあらゆる分野のパフォーミングアーツ、まあ、当然スポーツもそうだけど、うん、あのそう
配信せざるを得ないしね、うん、で配信で何ができるかっていうことで、まあ、我々も舞踊団として今まさにあの配信用の舞踊映像作品創作してるんだけど、まあ、そこで当然なんていうのかな、ただ舞台上で見せるものを配信したってそれはあの何割減に当然なるわけで、うん、であれば配信っていうかこう映像化するからこそできること、うん、映像の力をこう加えることであのライブとはまた違うこうなんていうのかな、舞踊の面白さとか舞踊とは何かみたいなものが表現できるものを一応こう考えてるんだけど、うん、そうしていかないとなんかこう大事なところだけあの抜けて、で配信で見ることに皆さんが慣れてきて、なんか劇場とか行くの疲れるし時間もったいないから配信でいいよみたいな世の中になると困るので、そうなんですよね、配信の面白さは、まあ、そう追求しつつやっぱり生じゃないといけない、うん、じゃあその生の醍醐味は何かっていうことはやっぱり大切にこれからもしていかないと厳しいよね。そうですね、まあ、特にそのダンスとか舞踊であったりとか、まあ、太鼓もそうなんですけど、やっぱりこう普遍性みたいのはすごいあると思うんですよね。太鼓を叩くとか、なんかその音によって体が動いてくるっていうところは、なんかそういうとこは絶対失われないんじゃないかなと信じてるんですよね。あのどんなにこう配信技術が進んだとしても、そのやっぱり生の力とか、そういったものは本当に自分たちも強く信じて作り続けていきたいなと思ってます。近い将来あの鼓動と一緒に作品作りたいなと思って、っていうかお願いしたいなと思って、いやもうぜひ音楽を実は僕あのこの3月のその作品も実はこっそり見に行こうかなとか思ってたりもしたんですけど、残念ながらねこういう状況になっちゃったので。ああそうなん、はい、なんかこっそり来ないでちゃんと来てよはい、本当にまたぜひあの落ち着いたらあの鼓動村にも皆さんの稽古向けとか見に行きたいし、はい、うん、皆さんもねもちろん忙しいとは思うんだけど、あの何かね新潟市に来ることがあればぜひスタジオ覗きに来てほしいし、はいはい、なんかこのせっかく地の利を生かしてできる、ね、コラボレーションというか、うん、本当人行きやすいじゃないですか船一本あの、うん、乗ればあの生き返るので、今までにないようなあのもう本当に1年間交換の留学とかあのいいよいいよ送ってはい、行きたいっていう子が結構いると思うんで、うちも送ろうかお互い厳しくするというあの大前提大前提でね、でこう帰ってきた時にあここでよかったって思うぐらい厳しくするっていうことが大前提で送り合おうかなんかぜひ一緒にできるといいですよね、てかしましょう、うん、ぜひぜひ本当にあの近いうちにあの、うん、打診するんで、はい、お願いします。もうぜひ私たちもメンバーもたくさんおりますので、はいやりましょういいね、はいありがたいわこっちにしたらあ、8月プレ公演見に来てよ。あ、いいですか、金森さんも、まあ、僕たちの公演で言うと、もうしばらく秋までないんですけど、あの新潟の公演も冬とかにまたありますし、うん、あの見ていただけたらなと思ってますし、そういうとこから少しずつ行く行く、はい、なんかお互いに、うん、あの湧き上がるものが絶対生で見ると頭だけで考えてもなかなか生まれてこないけど、やっぱこう肌で感じ合うとすごくいろんなものが、うん、浮かび上がってきますので、じゃあ決まりましたね。いつ、俺せっかちだからその辺の制作の人に今訴えてる22年の春夏でお願いしますでも僕たちあの、まあ、これまでの歴史を踏まえたあの、まあ、本当40年50年続けてきた舞台を基調とした舞台っていうのと、全く新しいスタイルの舞台っていうのもやっぱり両輪回してあの行くことが大事かなと思ってるんですよね。
で、そういう意味では、うん、あの今年ロベールさんとの作品っていうのはその新しい斬新な、ね、あの作品だったなと思っていて、まあ、そういったものをやって、うん、まあ、自分が演出するようなこれまでの踏襲した舞台っていうのをまたやってっていう計画だったんですけどもそれがちょっと今、うん、あのできなくなってしまう。だってルパージュはもうあれでしょ、全部決まってたんじゃないの、もう結構、はい、あの美術とかさ、こういう演出でとか、はい、内容も結構決まってたんでしょ。はい、もう最終段階の、 あのお稽古がこの4月から始まるっていうことで、あのだそれに来れないっていうことになってしまって、まあ、私たちもそこまで、ね、はい、動けずだったので、あの、まあ、いろんな要素がたくさんあったと思うんですけれども、うん、まあ、そういうまた斬新な舞台があった上で の、 あの自分たちのこういう今度の40周年の記念のツアーだったので、少しまた予定がちょっと変わってきてしまったんですけれども、まあ、こういうふうにまた、うん、あのこれを機会にまた金森さんともこうやってお話しする機会ができたので、うん、何かまた新しい可能性として、まあ、自分たちも佐渡にあのすごく、ね、より根付いていきたいっていう思いありますし、このやっぱ新潟から、うん、あの何かこう同じこうプロフェッショナルなあのカンパニーとして一緒に何か作り上げていくっていうのは、何かこれからすごくこう面白い試みなんじゃないかなと私も思いますので、ぜひ、うん、ぜひぜひ握手できないんだけどモニター越しにね、はい、まあ、新潟では結構あの学校公演をずっと市内では20年ぐらい子どもたちにの前であの演奏してきたので、なんかここでその大人になったあの子たちにも、なんかこう新潟にあるノイズムさんと佐渡にある鼓動が作ったものをなんかまた改めてね見てもらえたらなと思うので、劇場の専属の舞踊団として15年ってそれは本当にすごいことだなと思うし、それ以降でも日本ではできてないですよね。できてない、うん、残念ながら、うん、まあでも本当にやっぱりまだまだ日本の劇場文化には可能性があるし、うん、あ、なんだろう、もうちょっとこういうことも可能なんじゃないかっていう、うん、まあ一石を投じ続けて16年っていう感じだね、うんうん、まあそんなに簡単なことではないし、まあ、でもこれだけ続けてこれた、で新潟市がそれを理解してくれたっていうことは、やっぱり、うん、新潟にその可能性があるっていうか、うん、新潟がそのこの日本の可能性をある種こう証明してるわけだから、うん、いずれ他のところでもそういう活動が出てくると嬉しいなと思うけどね。そうですね、うん、分からないと、はい、なんかだからやっぱ続けていくってすごく大事だなって改めて、あの今回もあの自分たち本当苦しい中ですごくたくさんご支援いただいてまして、それはやっぱり長いあの40年50年の歴史で多くの方に助けてもらって、今こういう時にもまたあの力強く支えていただいているので、まあ、改めてそういうのを感じる機会だったなと思ってますので、ノイズムさんにも本当にずっとずっと続けてもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。大先輩に負けないように。僕じゃないですけどね、あの鼓動の歴史は本当もっと続いてきてるので、なんとか僕は本当心強いですよね、新潟にここまでこう志もあってレベルの高いカンパニーが あるっていうことがすごく心強くもあるので、なんか本当にこれからより一緒に頑張っていきたいなと思ってますので、ありがとうございます。Hehehehe